愛する北米大陸日本の祝家庭の皆様、こんばんは。私は先ほどハワイの州のコーナーの島に先ほど到着しました。こうしてもちろんホノルルにのホノルルの聖地を巡回しましたけども、明日のハワイの聖地でコナの聖地を訪問したら、50州の聖地ツアーをすべて終えることとなります。この間物心両面で支えてくださって苦労してくださった皆さんに、アメリカの祝家庭の皆さんに心から感謝を申し上げます。この1年間、北米大陸は天の前に捧げた生成条件というのが本当にものすごい条件でではなかったかと、そのように思います。この去る1年間を振り返りながら、第一に天の前に捧げた内容というのは、365日以上今まで朝のモーニングデボーションの聖書を一日も欠かさずに捧げました。すべての機関が参加して、カナダも参加して、さらに全世界の多くの祝家庭が同参する、そのような聖書の条件でありました。ベルベリアの少数の祝家庭がモーニングディボーションを始めましたけれども、今や6カ国の言語で通訳されていて、朝に生中継で生放送で参加して、または録画で参加する人をすべて含めたら、毎日1万名を超える人たちが世界的に視聴しておりますし、言語も6各国の言語で翻訳が行われております。本当にこれというのは奇跡としか言いようがないというふうに思いますし、50週を私が訪問して感じるのは、朝のモーニングディボーションというのが北米大陸の全体の摂理にどれほど大きな影響力を与えているというのを本当に実感する時間でありましたし、祝家庭皆が私が置かれた状況でどのようにすれば残りの7年期間に、この黄金期間に天の前に奉献することができるかというものに対して、多くの祝家庭が聖書を立てられながら苦労されているのを見てきました、見るようになりました。大概メガチャーチは 大型教会と言いますけれども、最小限3000名の教員たちが集まるものを大型教会と言いますけれども、メガ教会ですね。今キリスト教の実情を見ると、メガ教会というのは数というのが徐々に少なくなっております。それは韓国だけではなく全世界、そしてアメリカも同じような現象が起こっております。このようなメガ教会というのは1週間に1回礼拝を捧げますけれども、時には3000名、4000名、5000名、そのような以上の方々が参加しますけれども、しかしながら私たち家庭連合を中心とした朝のモーニングディボーションの聖書を捧げるというのは、1週間だけではなく1日1日毎日朝を捧げることにおいて1万名の方々が参加しているということは、これは全世界に今まで会ったことない初めてのような新記録を立てているのではないかというふうに思っております。なのでこれは人間の力では能力ではなく、背後で天が共にあって、真の父母が共にあって、霊界が共になければ、到底このようなことはありえないというふうに思います。なので朝のモーニングディボーションという文化が本当に今は全世界の万民の心情をさらにアップグレードする重要な役割をしているというふうに思います。
私がもちろんモーニングディボーションを主体的にしておりますけれども、その背後には神様を中心となられて、誠の父母様が中心となられて、善なる霊界が中心となってなされるので可能な、ある可能なものであって、私の人間の力では必ずできることではないというふうに思う。そのような観点で見るときに、神様が全世界を、そして人類を対象として短い機会に全ての方々の心霊を復活させて、私たちの心情世界をアップグレードをする段階までに作りたいという神様の願いということを、私のモーニングデボーションをしていきながら私が感じる内容であります。第2に、過去1年間の条件というのは、50州のツアーを、聖地ツアーを1箇所も残さず完了するようになったということです。これも本当に簡単ではなことではなかったというのです。なぜならば、もうコロナというコロナバイルスというウイルスというが蔓延する、全世界がに蔓延しているそのような状態で50州にツアーをするというのは、宿泊地に会うというのは簡単なことではありませんでした。第3に、50州のすべての宿泊地を皆に会って、本当に神様の父母様を大神として、これから行かなければならない7年の会の重要性をもう一度再確認させて、心情交流を持つことができたというのが、私が見たときに本当に重要な条件ではなかったかと、ふうに思いましたし、このような聖戦の土台の上に、天地人、誠のお母様が11月の末には来られます。このように、北米大陸はこの聖戦の次元で、誠のお母様をお迎えするようになるというのが、いろいろな面で、本当に大きな意味があるでは、意味があるとは、意味があるというふうに思います。神様と誠の子様と霊界が守ってくださったので、一日も風邪をかかさず、このように数多くの人たちに会いましたけれども、コロナにかからずに、去る一年間を無事に天の摂理を行うことができました。これが本当に神様の愛と保護があったということを感じながら、本当に感謝の思いで溢れております。そしてまた皆さんの生生と愛、そして絶え間ない支援に対して心から感謝を申し上げます。今日は環太平洋摂理の重要性に対してお伝えしようと思います。最近、誠のお母様の摂理というのは、アジア太平洋摂理に焦点を当てておりまして、最近はカンボジアを中心として北朝鮮に向かって入って世界頂上会議をするために準備しております。カンボジアのフン・セン首相を中心として北朝鮮と全てのその頂上中心を集めて北朝鮮に入って世界頂上会議をするというのが誠のお母様の計画なので、なので誠のお母様がこのようにアジア太平洋摂理を中心として摂理を展開しておられるので、私たちも天地人誠のお母様と一つの思いで行かなければならないというふうに思います。摂理の焦点を合わせなければ解決することはできません。今日は環太平洋摂理がどれほど重要なのかということを、2007年3月9日にありましたハワイのキングガーデン環太平洋摂理到来という誠のお父様のオープニングセレモニーの御言葉を皆さんと一緒に勉強していきたいというふうに思います。その時に誠の父母様は全世界の大陸会長、そして重要指導者たちを全員ハワイのコナに呼ばれて歴史的な大会をされました。そして、その指導者を中心として、
環太平洋時代の到来を宣布されました。ハワイの誠の父母様の交換であるキングガーデンは本来14世帯のコミュニティで成り立った特別地域でありました。誠のお父様の交換であるキングガーデンをオープンして移住したのを記念し、同時に88歳生誕記念日を祝う特別な意味を持ってハワイ現地の人たちを招制する、そのような行事が行われました。今回その時の行事というのは、基本的に韓国、日本、米国をはじめとする全世界54カ国から参加した約500人余りの指導者、現地の人たち200人余りなど、全体では700人余りが参加する、それこそ途方もない大会規模で行われました。ハワイは神様の摂理において重要な決定を下したところでもあります。正午定着の御言葉をこちらで初めてくださりましたし、金一世主席を会いに行くときもこの場所で聖書を捧げた場所であります。こちらで誠のお父様、父母様が3月9日に来られて奉献をされて、こちらをキングガーデンとして決定されました。この場所というのはハワイのいろいろな島の中の一つですけども、最終島の6倍ほどの大きさとなりまって、ハワイ諸島では一番大きな島であります。4200メートルの高い山が2つあって、火山活動も見ることができる島であります。1779年英国のクック船長によって最初 に西側世界に知らされました。その後米国が入ってきて米国領となり、その後米国の50番目の州となりました。今回ハワイに来て50州聖地ツアーを最後にするようになったんですけれども、朝の訓読会で、今日もですけども、昨日もそうでしたけども、誠のお母様の御言葉がアジア太平洋摂理に対する内容でしたし、そして東証連合を中心として苦労された松崎宏さんが2日前に世話されました。ここに私が到着されて、すぐに世話されたと聞きました。ですので、すべてのものが偶然ではないというふうに思います。なぜ50州の最後の州を訪問するハワイに来たときに松崎宏さんが世話されたのか、なぜこの時に合わせて朝の訓読会の時間にお母様が御言葉をくださったアジア太平洋摂理の内容をくださったのか、すべてのものが偶然ではないというふうに思います。このような観点から見たときに、本当に松崎宏さんのがたくさん苦労されて、先輩家庭として苦労された方の一人であられます。なので、このような時に合わせて、新しい環太平洋時代を迎えて、松崎さんが一つの祭物となって、霊界に行かれたのではないかというふうに思うようになりました。なので、松崎宏さんのために、皆さんが多くの祈祷を捧げてくださるように、この場でお願い申し上げます。これから、神様、お父様の御言葉をもう一度勉強していきたいというふうに思います。これから、どのような観点でもって、この環太平洋時代を迎えなければならないのかというのを、もう一度考えなければならないというふうに思います。お父様の御言葉です。皆様、人類歴史の発展史を深く観察してみれば、歴史の背後で絶えず躍起される天の意志と息遣いをはっきりと感じるようになります。世界四大河川地域を中心として、第一歩を生み出した人類の歴史と文明史を私たちはよく知っています。その後、人類文化は地中海圏に上陸し、ギリシャ半島のギリシャ、イタリア半島のローマのような地中海の半島文明として花を咲かせるようになります。歴史は再び発展を繰り返しながら、ヨーロッパ大陸文化として定着するのかと思えば、この大陸文化も再び大西洋圏の英国で当初文化の花を咲かせる土台となります。しかし、視界を平定し、日の沈まない地と叫び、規制を上げてきた大英帝国も再び
その華麗な文化のバトンを米国大陸に譲り渡した事実を私たちは歴史の中で目撃しました。このように米国大陸に着陸した人類文化はついにキリスト教を根を置く民主主義の広告像をまとい、宗教の自由と人権、平等の旗印を掲げて戦い、第1、第2、3次世界大戦を勝利することによって、無神論的悪主権の代名詞だった共産主義をひざまずくようになりました。しかし、人類歴史上の発展がここで終わるのではありません。米国が偉大であるがゆえになされた結果でもありません。節理的プログラムに合わせ、天は米国という国を第二イスラエルとして探し立て、中心宗教であるキリスト教を通して米国民を育て訓練させ、この結実段階の設立を成したのです。皆様、しかし問題は今からです。地球星を一周回ってきた人類文明史の発展はついに太平洋圏に到着しました。人類歴史は今から環太平洋圏を中心として完成完結すべき設立的時点に到達したのです。この設立的プログラムはもはやいかなる力も捧げることはできません。なので、この環太平洋時代を宣布いたしました。握手関係で勝敗を繰り返してきた先天時代の桃源露呈は、飛躍する環太平洋時代の足首をつかむことはできないのです。握手喧嘩で勝敗を繰り返した天が今年を記念として宣布された特別な御旨がまさにここにあります。先天時代というのは、桃源の時代です。誠のご夫様が桃源歴史を生産する前が先天時代です。誠の父母様がすべての桃源露呈をすべて完成されて、天地国時代にが到来したいのが公天時代ということです。なので、この公天時代、この公天時代というのは、アダムとエヴァが行くことのできなかった、そのような時代であります。歴史のどの人も、アダムもエダムも誰も行くことのできなかった時代を、創造本然の時代を私たちは歩いているというのです。なので、お父様は環太平洋時代の私たちの使命をこのように話されました。皆様、環太平洋時代の到来が意味するところは実に大きなものです。人類のメシアとして来られたイエス様が身胸を成し遂げていたならば、世界はどのような姿に変わっていたと思いますか？イエス様は全人類を救うために来られた救世主メシアであったのであって、地中海情報の片隅に位置するイスラエルだけを救うために来られた方ではなかったというのです。その当時、人類文化はすでに地中海の中心であるローマを拠点として視界を掌握し、治める準備ができていました。したがって天はイエス様がローマを強化して統治し、この強大なローマの力を借りて世界人類を救うことは期待していたというのです。しかし、歴史はあまりにも悲惨な十字架の数千年準備した機台の上に、ようやくご自身の一人子であるイエス様はこの地に送られ、心を痛め、気をもみ、一挙手一投足を見守ってこられた神様の心情はどのようなものだったでしょうか。人類の始祖として作ったアダムとエヴァが堕落によってエデンの園から離れてしまった時に、もっと大きな壮絶な藩が腰に占める悲劇となってしまったのです。それから2000年、歴史の裏側で人間として到底想像もできない受難の露呈を描いて準備してきた第二イスラエル圏の国が米国です。キリスト教国家として新教と旧教が適切に配置されている米国は、旧教と新教を一日も早く和合を統一させ、イエス様の時代を成し遂げることができなかった21世紀のローマの役割を完遂すべき使命を負っているというのです。65億の人類の和合と統一を生じさせ、この地に平和理想世界を創建するにおいて、吸引者の役割を果たすべき設立的次元の責任が米国という国の上に背負わされているという意味です。
これは単純にレバレンドムーンの言葉ではありません。天が今日の米国の上に下された天命です。本当に重要な御言葉ですよね。そうであるならば、私たちはどのように旧教と新教を一つにすることができるのでしょうか。神様はすでにその答えを、人類の誠の父母として権限されたレバレンドムーンを通して送ってくださいました。それは誠の愛を生き方を実践休校した霊界の実相をはっきりと知り、モデル的理想家庭である誠の家庭を探し立てなければならないという至上命令です。なので、お父様がこの場でおっしゃった内容というのは、旧教と新教というのが一つとしなければならないというのです。旧教はカインであり、新教というのはアベルというふうに見ることができます。なので、旧教であるカインである、新教であるアベルが一つとなれば、カインとアベルが一つとなれば、実体嫌いをなすことができます。そしてこの実体嫌いをなしたというのは、メシアを迎える嫌いを造成するということです。メシアを迎える嫌いを造成したというのは、メシアが直接的に主観することができる時代ということが来たというのです。なので、アメリカは、アメリカのために存在するのではなくて、アメリカというのは、世界のために、第二イスラエルの立場であるので、イスラエルを中心とした全ての旧教を中心とした説理がアメリカに来て、新教を中心として第二イスラエル圏を作ったというのです。なので、そのような観点から見たときに、アメリカというのが全世界にの世界の中心であるというのです。なので、アメリカさえ動けば世界が動くというのです。アメリカさえ一つとなれば世界が一つとなるというのです。なので、このアメリカが本当に長子権としての責任をが本当に大きいということがわかりますよね。なので、誠のお父様がこの半世紀以上をこのアメリカに来られて投入したのです。なぜならば、このアメリカが全世界の世界の中心であるからです。なので、この統一教会の使命は何かというと、このアメリカが旧教とカトリック、そして新教を中心としたプロテスタント、この新教と旧教が信教が ACLC を中心として一つとならなければならないという責任があるというのです。本当に重要な ACLC というのが本当に重要な使命があるというのです。ACLC というのが立てたというのは、その旧教と新教を一つにするということです。カインとアベルが一つとなれば、それがまさに神様が直接訪ねてこられて、誠の父母様が直接訪ねてこられて、メシアが直接訪ねてこられる、そのような摂理をなすことができるという意味です。なので、旧教と新教が何を中心として一つとするのか、それは理想家庭であります。この理想家庭はどのようになすのか、祝福を通してではなさなければならないというのです。なので、私たちの運動というのが ACLC を中心としてこのように努力をしてきたというのです。それを忘れてはならないというのです。なので、アメリカの責任、使命というのは、第一に全ての宗教を一つに結びつけなければならない。何を中心として？祝福を中心として。その祝福を中心として、43日性別条件を全て果たして、祝福を受けさせるだけではなくて、フォローアップもさせて、全てのキリスト教の牧師たちが、理想家庭をなすことができるように、誠の家庭をなすことができるように指導しなければならないですし、そして、理想家庭、誠の家庭を作ったとすれば、それは何かというと、天保家庭の使命を果たすところまで行かなければならないというんです。なので、アメリカの教会の目標は何かというと、14万4千名、7万2千僧が、この旧教と新教が、アメリカのキリスト教を中心として、その基準まで立てたならば、お父様の御言葉ですね。その基準まで立てたならば、アメリカの新しい時代が到来し、完全に神様が直接的に主管することができる、指揮することができる時代が来るというのがお父様の摂理観であります。ですので、聖書を飲ませるだけで終わるのではなく、40日
別の条件だけで終わるのではなくて、そしてそれがどのように先祖解まで、そしてどのように彼らを士族メシアの使命まで完成させて、7万2世層がどのように店舗家庭に入ることができるのか、それがその後に行かなければならないアメリカの使命で、本当に重要な使命であることということを伝えさせていただきたいと思います。さらに ACLC のキリスト教の牧師だけではなく、エスニックグループ、少数民族のがのサポートもあります。なのでフィリピン、そしてスパニッシュ、中国系、この 40% 以上が海外から移民としてきたのがアメリカであります。なので旧教新教、それを一つとしなければならないんですけども、もう一つは旧教と新教を一つとするためには、この ACLC を通してでもそうですけども、残りの 50% はエスニックグループです。少数民族ですね。この少数民族を支配しなければならないというんです。なので ACLC とオンラインホーリーコミュニティを通して、エスニックグループを一つとさせて、この国を神様の前に奉献しなければならないと。なので14万4千名、7万2千層に入るためには、キリスト教の牧師だけではなく、エスニックグループの全ての種族を代表して、アメリカは全世界の国民たちが集まった代表の国なので、このエスニックグループまで集い合わせて神様の前に奉献させなければならないというのがアメリカであるというふうに見ることができます。なので日本の皆さんが、日本のエスニックグループを中心としてされておりますけども、最初は多くを参加しなかったですけども、ここから本格的に始めなければなりません。 ACLC も重要ですけども、 50% がエスニックグループだというのです。なのでこれを無視してはいけないというのです。なので ACLC がアベルとするならば、エスニックグループというのはカインであります。なので ACLC グループとエスニックグループとがカインで、カインとアベルが一つとなる、そのような設立をこれからしていかなければならないというのが神様が見る観点ではないかというふうに私は思います。65億の人類の和合と統一を生じさせ、この地に平和理想世界を創建するにおいて、吸引者の役割を果たすべき節理的次元の責任が米国という国の上に騒がせているという意味です。これは単純にレバレントムーンの言葉ではありません。天が今日の米国の上に下された天命です。そうであるならば、私たちはどのように旧教と新教を一つとなることができるでしょうか。これはもう今話されましたね。次の御言葉を見ていきます。なのでお父様は何をおっしゃったかというと、平和を愛する環太平洋圏の指導者の皆様、この地球上に既存する65億の人類の中で、50億に近い人たちが皆様の隣人であり親戚である環太平洋圏の兄弟姉妹です。言い換えれば、私たち全員が根を同じくする門戸藩同族圏の同族です。神様の平和理想を中心として、私たちが一つにならなければできないことがどこにあるでしょうか。人類の未来は今私たちの手にかかっているのです。天の摂理は今、米国大陸を経て、英国と同じ立場である日本列島において、当初文明の花を咲かせ、人類救世主であり、再臨のメシアとして権限された誠の父母の諸国、半島を結実すべき宿命的瞬間を迎えております。地政学的な次元から見ても、韓半島は今、世界平和を定着させるにおいて、最も鮮明な対立地域として浮き彫りになっています。皆さんはよく知らないと思いますが、韓半島の核問題解決のために、現在進行している6カ国領域の配合を操縦し、民主主義諸国の共産主義諸国を和合させ、その完結策を提示しているのも、レバレンドムーンであるという驚くべき事実を明らかにしたいと思います。環太平洋時代の中心に位置している米国のノーフォークとハワイは、太平洋と環太平洋、太平洋はもちろん、豪太平洋を代表しております。米国大陸を背負い、環
太平洋圏のすべての島嶼諸国を救護し、環太平洋圏を保護し、守らなければなりません。愛する祝福家庭の皆様、ここで重要な御言葉を話しております。このハワイを中心として、オセアニアの島嶼国を完全にアメリカが中心として結びつける使命というのが、それがハワイが中心としてなっていました。なぜなので神様が、誠の父様がなぜアメリカに私を送ったのかを考えるようになりました。私がオセアニア大陸5年の大陸会長、そしてアジアの大陸会長12年間をしました。なので、オセアニア大陸の設立、アジアの大陸の設立をよく知っていますけども、すべての歩みというのが結局はアメリカを中心としてならなければならないということを悟るようになりました。なので、神様は私をオセアニアで経験させて、アジアで経験させて、そしてようやくアメリカが、アメリカの祝福家庭と一つになって、太平洋設立がアメリカのが中心とならなければならないというふうに、アメリカを悟るために私を送ったのではないかというふうに悟るようになりました。ハワイですとか、サイパンですとか、サモアですとか、アメリカの諸国たちがオセアニアの地域とすべて連結されております。パラオですとか、マイクロネシアですとか、何ですか、あとはマーシャル諸島ですとか、フィジーですとか、ソロモンですとか、すべてがアメリカと連結されております。なので、このような、なのでハワイが地理的に本当に重要だというのです。このハワイを中心として、小さい諸国の首相たちを集めて教育をさせて、その首相たちと幹部たちをすべて教育させて、この島嶼国の国たちを一つとまとめ上げて、誰がなさなければならないのか、それがアメリカが中心としてならなければならない。なので、アジア、そしてオセアニアに行って感じたのは、アメリカを動かさなければならないというふうに感じました。なので、本当に神様が、誠の父母様を通して、啓示を通して、ハワイを中心として、グアムを中心として、小さい諸国の、島嶼諸国の大統領の首相を集めて、環太平洋の重要性を伝えて、環太平洋を一つにまとめ上げて、それは結局は、韓半島と連携させる、設立をしなければならないよということを感じるようになりました。次、もう少し具体的に伝えていきます。皆様、重ねて申し上げますが、さらに、まさに人類の未来がアメリカを中心とする環太平洋圏の保全にかかっているからです。このような天の御旨をよく知っていた私は、去る70年代から33年間、生涯の黄金期をこの米国を中心として世界平和のために精精を尽くしたのです。皆様、昨今の世界情勢を冷徹に分析してみてください。共産主義の仮面を脱いだと言いますが、今も中国やロシアのような周辺の好戦的な兄弟国は、虎視眈々の力のない小さい島嶼国を狙っています。どの国家でも小さな島嶼国としては、単独でこの兄弟国の政治、経済、軍事的構成にはかなわないことでしょう。皆さん、彼らがその気になれば、一日でも無血戦闘を敢行できる力を持っているというのです。皆様、環太平洋圏に安全と平和が定着するとき、人類の平和も保障されるというのです。私がお父様と話された内容を伝えていきたいと思います。お父様が世界平和連合を創設されながら、プライベートジェットで来られて、マーシャル諸島ですとか、サモアにも来られて、小さな諸国をすべて私と共に一緒に巡回されながら、お父様が御言葉をくださった内容というのは、これからというのは、環太平洋時代だというので、この環太平洋時代が、神様の設立において一番重要な中心点になるというのです。なので、サタン圏をそれが知っているというので、先に中国というのが先に先立っているというのです。なので、島に行ってみると、中国圏が経済力をすべて牛耳っているというのです。あ、これは本当に中国の前に、この島国がすべて飲まれてしまうという。島は小さいですけども、何でしょうか。
この小さい国一つ一つですけれども、それを集めれば本当に大きな国だというのです。大きな地域だというのです。なので、これからは環太平洋時代が中心となるんですけれども、この小さい島嶼国を保護するのは中国ではなく、アベル圏であるアメリカが保全、保護しなければならないんですけれども、アメリカが主管してきなければ、すべて中国が持っていくというのです。アメリカが責任を持てなかったというのです。それを今悟って、中国が今アメリカをミスユーズし、中国の共産主義が緻密な計画でもって諸国をこう牛耳たいというのが中国であるというのです。なので一番問題だというのが中国であります。中国であります。この中国をこの環太平洋を牛耳るのが世界を牛耳るというのです。なのでアメリカが主人式を持ってハワイ、そして島嶼国をの主人式を持っていかなければ大きな問題が起こるというのです。なのでアメリカが最近取り立たして最近変わり始めたのを本当にハワイを最近アメリカの歩みで感じました。なのでこの時を逃してはならないので、今最近アメリカが再度取り正したというふうに感じます。次の御言葉を見ていきます。なのでアベル圏を12アベル圏を性別アベル圏を選ばれるときに12カ国の中で中国を選ばれずに台湾を選ばれました。なのでこれからは神様の摂理というのは環太平洋時代というのが太平洋を中心といくので台湾を中心として環太平洋を保護していくのが環太平洋を台湾を中心としていくのを感じたので、それは本当に遅くても良い結論だというふうに思います。太平洋圏のすべての島嶼国が一つに団結しなければならない時が来ました。赤道を中心に置き南北に散在している太平洋圏の小さな島嶼国はもちろん日本、台湾、フィリピン、インドネシア、ソロモン諸国、オーストラリア、ニュージーランドなどすべての国家が一つの国のように協約を結んで連合戦線を広げ、人類の平和と安定を保障してくれる太平洋を学ばなければなりません。最近、オーストラリアですね。オーストラリア、最近の経済がオーストラリアとニュージーランドがアメリカと完全に一つとなるような時代が来ました。なので、環太平洋時代が到来したというふうに、見ました。なのでこのような動きから完全に韓国の北朝鮮と韓国が一つとなるような運勢が来たというふうに実感しております。さらに大西洋圏の全ての国家が一つの国のような協約を結んで連合戦線を広げ、人類の平和と安定を保障してくれる太平洋を守らなければなりません。皆さん、このような地図を見てください。この地図で表しておりますけれども、ハワイがありますよね、ハワイです。お父様がハワイというのが、第二イスラエルのアメリカと、第三イスラエルの韓国を連携させるにおいて、この何でしょうか、このハワイというのが中点だとありました。第二イスラエルと第三イスラエルを連携させる連結するそのような拠点だというふうに言いました。ですので、ハワイが本当に重要だというのです。第二イスラエルの運勢がハワイのゲートを通してどこに向かうのかというと、オーストラリアの地域に行きます。ニュージーランドに行き、オーストラリアに行って、
ソロモンにいて、このオーセアニアの摂理というのがアジアに連携します。フィリピンに行き、台湾というは第二の母の国ですね、第二の娘の国ですね。そして母親の国に行きます。日本の国に行きます。日本の国に行って、そこから第三イスラエルである韓国、韓国の諸国、韓国、神様の諸国に連携されるというのです。なので、地上天国というのは、環太平洋摂理が中心とならなければならない。第二イスラエル、第三イスラエルが連携されるように、第二イスラエルと第三イスラエルが連携される連結点が一番重要だというのが、まさにハワイだというのです。なので、ハワイというのが教育の中心となって、すべての島国の首相たち、指導者を集めて教育させて、その摂理というのが、結局は第三の韓国、第三イスラエルの韓国に連結されるときに、南北統一論の統一にの運勢が訪れるというのです。そのような意味において、50州のツアーというのが、この最後のハワイで終えるということができたというのが、本当に運勢があるというふうに感じました。なので、私が感じるのは、50州のツアーを終えたので、私の家がオーストラリアにあるというのです。なので、オーストラリアの中心、オーストラリアに行って、もう一度祈祷して聖書を立てて、その摂理の意識を持っていきたいと思います。そして、オーストラリアに行って、そして韓国に行かなければなりません。なので、50州のツアーがハワイに行って、オーストラリアに連携されて、オーストラリアに連携されて韓国に行って、本当に韓国に行って、すべての摂理の連結が連結されるのを見て、この摂理というのが、すぐ新しい次元に入っていったというふうに感じるようになりました。さらに、日ごと激しくなっている環境破壊と戦争から人類の未来の命綱であり、生命線である海洋圏を保護して生かし、未来の平和のために志願を守るべき責任が皆さんにあるというのです。最近、ニューヨークタイムズで、皆さん見たかもしれませんけれども、レバレンドムーンが一番大きな貢献をしたのが何かというと、トゥルーワードを通して、オーシャンビジネス、ジャパニーズレストランを通して、何でしょうか、魚をよく食べないアメリカ人をよくたが魚を食べるようになったという、そのような観点から見たときに、アメリカが、ニューヨークタイムズがそれを認定しました。その新聞記事を見て、お父様の摂理を見たときに、これからというのが、この海洋摂理、そして、トゥルーワールド、本当にこれを失ってしまったというのが、神様の摂理を半分なくしてしまったのようなものです。本当に歴史的な失敗。神様の摂理を遅くさせてしまったこと。これを考えると、神様がどれほど通告されるのではないか。お父様が霊界でどれほど通告されるのではないか。それを考えるようになりました。なので、この場で皆さんにお伝えしたいのは、50州を通して、いろいろな州でオーシャンプロビデンスを通して、これはお父様のレガシーです。お父様の命令であります。なので、これから2世たちを教育させて、この以前このツルーワレドを通して培った基盤のそれ以上の10倍、100倍の基盤を私たちは作らなければならない。そのような基盤のために、なので、テリー長谷川さんの責任というのは本当に重要だというふうに、私が、なので、本当に深刻にお祈りしているというのです。なので、2世紀の中で、このオーシャンプロビデンスを相続することのできる50州に日本のレストランを作って、
すべての重要な地域にレストランを作って、そのレストランの設立と海洋設立の設立を本当にしていかなければならないという、その主人意識を持っていかなければならないと。結局は海洋系を占領するのが、世界を占領するというふうに言いました。海を占領するのが世界を占領するというふうに言いました。なので海洋設立のが本当に重要で、なので日本のレストランというのが非常に重要なんですけども、そのような観点から見たときに、日本の宿家庭が本当に本当苦労されて、これからお父様が今まで使ったその基盤を全て失ってしまい、船も売ってしまい、レストランも売ってしまって、本当にどれほど心が痛いでしょうか。なので朝のモーニングデボーションの生成を通して、完全に宿家庭が一つになって、お父様のレガシー、 お父様の遺産を完全に私たちが相続して発展させなければならない。相続させるだけではなく発展させなければならない。なので日本の宿家庭が本当に、日本のジャパニーズレストランを50種、50個だけなく 100個以上、 そのような決意でもって真剣に祈っているというのです。なので日本の宿家庭の責任というのが本当に重要だというのです。なので2世を本当に育てなければなりません。2世を育て上げて、本当に日本 の食レストランを責任を持たなければならないですし、アラスカを中心としてオーシャンプロビデンス、海洋設立、ハワイを中心とした海洋設立、このすべてお父様が生成立てられたものを、海洋設立を本格的にさせながら、太平洋設立に連携させなければ、お父様が中心的に、中心的な設立感というのを、が中心的な設立感が外れてしまったら、何の意味もないというのです。私が50州のハワイにツアーをこの場に来ながら、そのように感じました。お父様がこの私の心の中に来て、そのように約束されるというのです。そうですよね。なので、これをのために、海洋設立のために、レストランの設立のために、皆さん、多くの2世たちが、2世たちを多く教育させなければならないというふうに、もう一度感じるようになりました。そしてお父様が、このように、皆様今日本当に誠に尊い歩みをされました。この意義深い聖なる記念とともにある天運の流れを逃さないでください。地球星の約 70% を占めている海洋圏を皆さんが先頭に立って起こし発展させなければなりません。様々な公害と資源の枯渇によって死につつある地球星を改正させ、人類の未来を約束してくれる新しい資源の方向を他のどこに見出すことができるでしょうか。海洋時代が開かれました。女性時代を代弁する海洋時代が開かれました。これから2世を中心として海洋設立を本格的にもう一度開かなければならないというふうに覚悟と決意をするようになりました。海を中心として超国家的で超太平洋、太陽的な女性文化である海洋圏を文化を創出するにおいて、環太平洋圏が機関車の使命を果たさなければならないという点を肝に銘じてくださることを願います。今日この意義深い場を共にしてくださった貴賓の皆様は、私がお伝えするこのメッセージを心の奥深くに刻んでください。天上の数千億に至る祝福を受けた皆さんの善なる先祖の皆さんも家庭も、この地上、この時間地上に再臨し、皆さんと共にこのメッセージを受けています。彼らも子孫である皆さんを通して、地上で完成し、誠の父母、誠の子、誠の主人にの位置まで出ていくことができなければならないからです。倒産してはべる人生を通し、地上天上帝国の創建に総動員させなければなりません。このように霊肉感を共に生き、呼吸し、苦楽を共にしている事実を忘れないようにお願いします。神様の祝福が皆さんと皆さんの国家、特に米国と環太平洋圏の上に共にあることを願います。ありがとうございました。愛する祝福家庭の皆様、もう一度御言葉を整理していきます。
こうして環太平洋時代を到来してしなければならないことが多いです。 ACLC のキリスト教を一つにまとめなければならないですし、少数民族エスニックの方々を一つにまとめなければならないし、祝福活動をどれずっとしていかなければならないし、14万4千名、7万2千層を天保園に入るように皆さんが祈祷していけば、最初は簡単ではないですけども、そのような目的を持って目標を持っていけば、本当にモーニングディボーションを通して生成でもって一つとなれば、神様が全てなさるというのです。神様を驚くべき約束をなさるというのです。なので私たちはそれを信じて本当に努力して一生懸命頑張ってくださるようにお願いします。私がハワイで本当に生成をたくさん立てなければならないように感じましたし、グアムですとかアメリカのそのような地域を中心として、オセアニアにあるアメリカの国々をたくさん助けなければならないし、アメリカの2世たちが海洋設立に同参できるように育てなければならないように感じましたし、アメリカにある日本のレストランが全国的に拡大させて、アメリカにお父様の遺産 を残していかなければならないということを、50州の巡回を終えながらそのように決意するようになりました。なので本当に重要なので、このような御言葉を皆さんにお伝えするようになりました。ありがとうございました。